Now feel this. Xerox R ステイパーですコンビネーション、レゲエやヒップホップのあれやこれやの話、今から聞いてみよう。それなんですか、そのヒップホップのそれなんですか、ブルボーイ。それなんですか、そのレゲエのそれなんですか。はい、アルシテ君聞きたいんですが、挨拶のワッサってなんですか。それはワッツアップメン、調子どうメン、お疲れ毎度みたいなもんで、クラブで挨拶の時にあの手のややこしいやつは何ですか。あれはタイミング間違えたら突き指、でもバッチリ決まれば仲間の印です。フリースタイルで言葉があれだけたくさん出るのは何ですか。またその質問つまらない、でも言葉にはつまらない、詰まるところ脳に言葉がたくさん詰まっているからです。寒い冬でも路上に集まりサイファーするのは何ですか。それは白い息と面白い息なパンチラインを吐いて寒空をホットにするためです。ホスト MC って何ですか。ホストがラップしてるってことですか。いやいや、ホストがラップをするわけないでしょ。いけてる、歌の進行役、その通り。スヌープドッグってよく聞きますけど、どんな犬種の犬ですか。それは西海岸に生息する草をたくさん食べるとライオンになってしまう、とってもかっこいいワンちゃんなんですよ。 MC バトルで朝原翔子って何回言われましたか。何万回も言われてきた、そんぐらいのディスクライアー言えば女優お迎えし、ポッポッ。最後に聞きたい、 DJ 松永くんはまだ童貞ですか。童貞です。それなんですか、そのヒップホップのそれなんですか、ブルボーイ。それなんですか、そのレゲエのそれなんですか。オンゴー。なななななななな、なんですか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 。Yo, JLX 兄さん聞きたいんですけど、ゴンフィンガーって何ですか。それはヤバいと思った時に指のガンを空にポーッと打つことです。ボンボクラーって何ですか。金持ちのニートって意味ですか。それは芦屋生まれのマザコンじゃなくて、英語のファクと似たようなもんです。ボスルって一体何ですか。缶コーヒーで一服チルですか。トメリージョーンズも飛び跳ねるぐらい盛り上がった状態のことです。せっかく盛り上がったとこで急にプロコマゲンって何ですか。それはテレビで女優の裸のシーンを巻き戻してみるのと一緒です。ギャルもよく言うバイブスって何ですか。バイブの複数形ですか。ウィーンじゃねえ、アニマル浜口の気合だ気合だみたいなもんです。 YD ってどこまでありなんですか。おさわり本番はなしですか。 Why に下手でおさわりしたやつはヒールのかかとで踏まれます。忍者マン、エレファントマン、ビーニーマン、これどんな悪魔超人ですか。それはゆで卵先生もびっくりのジョメイカのアーティストのことです。チェチェチェレクス兄さん、なんでそんな早口なんですか。噛まないんですか。一丁やってもらえますか。よっしゃ、できたか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 。それなんですか、そのヒップホップのそれなんですか、ブルボーイ。それなんですか、そのレゲエのそれなんですか。オンゴー。なななななななな、なんですか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 。どうですか、これどうですか。それぞれの音楽とカルチャー、どうですか、これどうですか。皆さん納得しましたか。どうですか、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 皆さんお気に召しましたか。